エスタノールが再びしょんぼりバージョンに。おかえりなさいませ、メリオダス坊ちゃん。あの姿は実界統率者メリオダス。お前たちは俺の大切な仲間だった。違う、この感じはまるであの時の。俺をゼルドリスの元へ案内してくれ。エリザベスにはもう時間がねえ。だがこの方法ならエリザベスを必ず救える。お前たちを殺したくはねえ。オイラたちを殺す？団長、何言ってんだ。この俺自身が魔人王になることだ。寝ぼけてんじゃねえぞ。何が魔人王になるぜ。俺たちが苦しむ様を盗み見てさぞ楽しかっただろう、魔人王。七つの大罪は今日限りで解散する。お願いメリオダス、今からでも引き返して。七つの大罪のみんながホークちゃんが心配してるわ。くそ、団長は何を考えているんだ。今の団長殿は正気ではない。そういえばあいつ俺のことを魔人王って言ってた気がするんだよな。いや、おそらくこの俺が魔人王クラスの強さって意味だろう。ホーク殿、そなた煉獄とつながっているな。ここはどこだ。ここで何をしている。またお兄さんと喧嘩したの。ようやくお姫様のお目覚めですね。ぎっきりの看病をしたのはこのペロニアですよ。何見て喋ってんだ。言うなればホーク殿はこの世と煉獄をつなぐ回廊だ。だとすればホークを通じて煉獄に行って魔人王から団長の感情を取り返せばいいんじゃない。我が父にして賢者の都の長だった男だ。たった一分だけ足を踏み入れ戻ってきた。廃人となり果ててな。灼熱と極寒が入り混じる大気と感覚は失われ、頼れるものは第六感のみ。そんな地獄でどこにあるかもしれぬ団長殿の感情をどう探し出す。俺が行く。あいにく俺は不死身だ。マーリーの言う通りだ。君にもしものことがあればエレインはどうするんだ。それくらいできなきゃ惚れた女を守ることは絶対できねえだろ。裏切りの滞在人が敵地へのこのこと。俺は魔人王になるために来た。魔人王になるのはこの俺だ。あの人はメリオダスを一度殺した。兄貴こそ元気そうじゃ。お前はエリザベス。なあ、やっぱり気が変わった。俺は魔人王のイストリゲームから降りるわ。魔人王には俺がなる。エリザベスは誰にも渡さねえ。これぞオータル威厳、オータル力。チャンドラーは感動の涙を禁じ得ます。あんたは確かにあのメリオダスだ。とはいえまだ諦めやしねえがな。貴様が魔人王の力を求める理由は所詮その女と自分にかけられた呪いを解くためだろう。黙れ。魔人王になるのはこの俺だ。ゼルドリス、お前が魔人王にこだわる理由は分かってる。黙れ。どういう風の吹き回しだ。脅迫でもされたか。スタロッサ、お前たち二人には全ての解剖を回収してきてもらいて。
しもべに自らの力の半分を分け与え、一気に制圧しようと画策した。それが実戒だ。海軍を全て吸収すれば、俺は魔人王と同等の力を得ることができる。なんだよその面は。人手は少しでも大いに越したことはねえだろ。の地面、魔人王への忠誠心がなかったゴーセルとグロキシニア、ドロールはあくまで特殊ケースだ。仮に実戒が死ねば、海軍は死体にとどまる。剥がすのは容易だ。この時のために奪っておいた。残りの海軍はお前らで何とか探し出してくれ。なんだか面白いことになってきたじゃねえか。裏切り者が戻ってきて、今度は俺たちの王になろうってん。行くぞ。お前がいねえとうまい残飯が食えなくなっちまうんだからな。心配すんな。必ず戻る。それまでエレインのことは頼むぜ。何があっても呪いを解く。俺とお前の約束だ。呪いを解けばきっと私は助かるかもしれん。魔人王の力は強大だ。この世界に存在し続けることができなくなる。呪いを解くことに何の意味が。呪いさえ解ければ、そんな思いは全部綺麗に消えちまうさ。生まれ変わるたびに、この俺だけを好きになるなんて仕方ねえだろ。何が仕方ないの。いつのお前も。メリオダス、お前がずっと愛しくてたまらなかった。こうして触れるたびに心が踊って仕方がなかった。なのに今は何も感じねえ。私は七つの大罪と協力して、あなたが魔人王になるのを全力で阻止する。よもや貴様のような大物に出くわすとはな。確か今はマーリンだったか。今度は何を企んでいる。買いかぶりすぎだ。兄を恨んでいるはずのお前がな、裏切り者のメリオダスのために海軍を集めるか。答える義理はない。貴様と争うつもりもない。それを渡せば貴様らを見逃してやろう。なるほど、取引。もう少し色をつけてもらおうか。エリザベスの身柄を引き渡してもらおう。悪いが却下だ。メリオダスは絶対に拒否するだろう。信じよう。しかしそれでは取引には応じられんな。なら別の要求にしろ。剣心の海軍で虜にされた聖騎士と民を解放しろ。それならたやすい。ん？今度は貴様の番だぞ。さあ術を解け。受け取れ。始まりのほんの挨拶代わりだ。